辻忠しだけ明治27年1月4日は、江戸時代末期から明治時代にかけて活躍した武士、官僚である。秋国出身の広島藩士で、維新後は断尺。通称ははじめ勘三郎で、後少燥と改め、もっぱらこの名前でよく知られている。後は旋風。文政6年7月4日、広島藩士、辻忠しきの三男として、広島に生まれる。 辻家は、加祖・茂勝が、田中義政に仕えたが、田中氏断絶の後朝の長明に召し抱えられて、以後、代々広島藩士となり、医学に至った。後歌3年4月、家徳を継承し1200国を給付された。医学は、家営6年のペリー来航を機に、朝の党党と黒田図書らと共に、広島藩内の改革派として台頭し、犯罪制の再建。 武備の拡張、四季の公用などを藩に権限、失勢を重ねてきた、今中助地から保守派失勢から脱権を企てたが、成功せず、安政二年にも改革を企てたが失敗した。しかし、安政五年藩主、浅野慶を起死により浅野長君が文家から藩主を、集法すると、伊賀倉改革派が実権を掌握するようになり、文久二年十月、 木場弓頭から抜擢され野村立明と共に、年寄りに任命され国事係を兼任した。これ以後、軍政機構の刷新、食産工業政策、軍備近代化、財政改善などの反省改革を推進すると共に、国事終戦に積極的に関与し反外にもその名を知られるようになった。現時元年、年寄り神座に昇進した医学は、 同年代一時成長な役が起こると、幕府と長州藩との間の和平交渉を終戦した。翌慶応元年、再び成長の儀が起こるとこれを無名の詩として、反論を中立の方向にまとめ、幕府に対し長州藩への寛大な処分と成長負荷を解き、これが入れられなかったため、慶応二年の改選に際しては、広島藩の戦法を拒否した。この結果彼は、 広島大人中の老中、小笠原おさにより、同年5月10日、野村立脇と共に謹慎を命じられた。しかしその直後、焦燥藩士の反爆的行動が激化したため、早くも6月2日には放免されている。同年8月、将軍、徳川家持の皇居が公表され成長休戦になると、医学は反論を、王政復興へと、両導した。 翌慶応三年六月に上落した医学は、在京の薩摩、長州両藩士の間で高まりつつあった倒幕の機運に同調し、小松建脇、西郷高森らと図り同年九月には、広島藩代表として、薩長芸三藩名役の成立に参加した。しかし彼は、その一方で、土佐藩の後藤昭治郎が進める、大政奉還構想にも同調しており、十月には、 土佐藩に続く大政奉還憲白書を、藩主シ君の名で幕府に提出している。同月、将軍、徳川義信が、幕府重臣を二条城に集め今後の方針を議した。西、医学は、小松、後藤と共に、陪審のみで召され意見を述べることが許され、義信は彼らの意見を入れ大政奉還を決意した。しかし以上のような辻、ひいては、 広島藩の二面的な態度はすでに倒幕に固まっていた、薩長両藩の不信感を煽ることになり、広島藩は倒幕勢力の中心から外されることになった。大政奉還後の十二月九日の正午初会議に、正氏、浅野長君と共に臨席し、山内陽道に対する岩倉ともの吐くことをきっかけに、薩摩藩と土佐藩の意見が衝突した、際、長君と共に、 後藤らをなだめて、倒幕の方向で会議をまとめることに成功し、この功績により12月12日、他の広島藩士2名とともに新政府の参与に任命される。維新後は慶応4年2月に上司として、参与内国事務局藩士となり、同年ウルー4月には、大津県知事に転じたが、早くも11月には罷免されている。翌明治2年9月。 復古更新34人の一人として、衛生6400国をカフされ、明治3年8月に待て召会院に出資し、同ウルー10月には辞任した後は、もはや新政府の中枢に据えられることはなかった。明治13年には、他の旧広島藩家老と共に、広島氏族受産所を設立、困窮する旧氏族の受産事業を進めた。明治十三年六月十二日、 元老院議官に任じられ、同月19日14位、同月27日男爵に乗されて家族に列せられた。同年10月20日、元老院廃止に伴い議官を非職となり、邪行官志向を仰せつけられた。明治27年1月4日、死去、特使をもって、正4位に除せられた。広島市内在木町の西願寺に葬られたが、その後原爆投下により、 同時が壊滅、戦後三滝元町に移転したのに伴い墓所もそちらに移された。第二次成長で幕府側代表として、五福島で医学と会見した、勝海舟は彼の人物を称え、終戦家としての能力を高く評価した。現在、辻家は正武が家督を相続し、長男のこれ地下、次男の伊明がいる。ありがとうございます。